どうもライパチです。本日は名古屋に私来ております。なぜ名古屋に来てるかと言いますと、実はある場所に今向かっております。いや着きました、空港バッティング。すごいな、ゴルフの打ちっぱなしみたいなネットがありますね。はい、空港バッティングセンター、指導選手と稲葉選手が子どもの頃ひたすら練習してたバッティングセンターですね。この偉大な左打者の背中を追って、私ライパチ東京から新幹線に乗り、さらに高速バスを乗り継いでやってきました。そしてこの8番の打席、ここでお二人はずっと練習してたようです。この白いベンチには座ってたんでしょうかね。ライパチも座ってみよう。ここめちゃくちゃ奥行きが広くて打球感がすごい見えますね。というわけで、この一郎選手と稲葉さんが練習してました120キロの打席、ライパチも打ってみたいと思います。タイミングめっちゃ良い。メジャーリーガーここのマシンはアームが途中から見づらくなって急にボールが出てくる感じなんですね。ライパチのような立ち遅れがちな選手にとっては早めに指導をするトレーニングになりそうです。イチロー選手や稲葉さんのような後ろ小さく前を大きくといったスイングもこのマシンによって鍛えられたのかもしれませんね。せっかく奥行きがあって打球感が見えるというバス戦にもかかわらず、ライパチ全然アジャストできなかったので、隣の100キロで打つことにしました。こんな感じで自分の打球を見ることができます。やっぱり遠くに飛ばすっていうのは永遠のテーマなので、普段からこういう形で見えるっていうのはなかなか楽しいですね。何年かに1回は伊藤選手も顔出されるそうで、稲葉さんも結構お正月とかにいらっしゃるそうですね。稲葉選手、伊藤選手、そしてライパチと、ついに夢が叶いました。というわけで今回は愛知県にある伊藤選手や稲葉さんが少年時代に通っていたバッティングセンター、空港バッティングに来てみました。伊藤選手の今があるのもここでひたすらバッティングしていたからなんでしょうね。やっぱり努力は大事だ。僕の好きなイチローさんの名言に、努力せずに何かできるようになる人のことを天才というのなら僕はそうじゃない、努力した結果何かができるようになる人のことを天才というのなら僕はそうだと思う、人が僕のことを努力もせずに打てるんだと思うならそれは間違いです、というものがあります。心
校に来て、さらに心に染み入りました。本日の動画は以上です。チャンネル登録お願いします。